かわいそうすぎる、ソレスの出演の K-POP アイドル、ダンス対決大敗で、やる気ある。と厳しい声も、9月13日、人気アイドルグループ、スノーマンのバラエティ番組、それスノーマンにやらせてください、TBSK が放送された。写真、スノーマンのバラエティ番組、それスノーマンにやらせてくださいで審査員を務めた高弘今回は、 韓国のアイドルグループ ENHYPEN EN らをゲストに迎えダンスの韓コピレボリューション企画を実施。誰もが一度は見たことのある振り付けを短時間で記憶しその場で完璧にコピーできるかを競う人気企画だ。メンバーのダンスを見て審査員のダンサー高弘が韓コピ、ダメコピを判断するシステムになっている。 世界的に人気な K-POP グループ BTS の後輩として出演した ENHYPEN EN ですが、審査で使用される楽曲は AKB48 や SMAP など J-POP が多かったんです。彼らにとって馴染みのない曲ばかりだったようで、どうしてもダメコピ、連発で苦戦してしまい、最終的にはスノーマンらのグループに大敗きたしていました。 特にメンバーのジェイクさんは、ごめんなさいのキッシングユー、イーガールズ、デフリが飛んでしまったのか、にこちない表情で小さな動きを見せただけになってしまいました。その様子を見た一部視聴者からはジェイクやる気あった。と厳しい声が上がる事態になったんです。芸能記者、視聴者からのジェイクへの批判に対し、 X では ENHYPEN EN のファンから擁護や怒りの声が上がった。K-POP 楽曲が少なく、そもそも ENHYPEN EN 側に不利だったという指摘が多く寄せられている。ジェイクはオーストラリア出身だし、何も知らない曲、しかも平成の曲、なのにやる気ないって言われてて悲しい。私たちだっていきなりタイ語の曲踊れるわけないのに。 え、昨日のジェイクめっちゃ叩かれてるじゃんかわいそうすぎるカンコピできなくて何が悪いの。ジェイク批判するやつなんなん。普通に3分で覚えんの大変なのにジェイク頑張ったと思うし叩くやつ3分で完璧に踊れんの。それすのだけ見て叩くなし他の見てから言えよ普通にジェイク謝ることないのに謝ってて本当にかわいそうすぎる。 あわや旧ジャニー VSK ポップの泥仕合かとも思われたが、実際には ENHYPEN EN の出演に対する好意的な声も多く見られた。ダンス終わりのジェイクに、スノーマンの向井孝二がすかさず駆け寄りフォローした姿など、ファンにとって、美味しい場面もあり、満足度は高かったようだ。 ほとんどのスノタンは楽しく見てたし ENHYPEN EN さんこれで嫌にならずにまた来てほしいな。ジェイクさんにやる気ないとか言ってる人はスノタンじゃないただのやからなので ENHYPEN EN ファンの皆さんスノーマンもスノタンも嫌いにならないでほしいステージでも大会でもないバラエティなんやから覚えられなくてもいいしジェイクさんとコージがハグした瞬間みんなほっこりしたからそれでいいんです。 今後も K-POP アイドルが出演するのであれば、番組側の楽曲選びなど、不必要な炎上を生まないシステムを再考する必要があるのかもしれない。